こんばん、こんにちはだ。こんにちは。こんにちは。はい、オンリーワン、オンリーワン、オンリーワン、あなたのオンリーワン。はい、AKB48 チーム K の武藤凛です。はい、もう。新年早々間違えた。はい。では早速、私はこの状態で話しているのが嫌なので早速本題に参りたいと思います。今日はね、そうバレンタインということで、違う、明日がバレンタインなんですけど、私明日配信多分できないので、でなので今日はそう、バレンタインメイク配信をしたいと思います。そうです、この後お話し会なので、そのお話し会、今日今顔が出来上がったまんまのそのお話し会、顔でお話し会いきます。はい、そんな感じでやっていきたいと思いますって感じです。そうなのでメイクしていくよ。世の中の女の子はぜひ、女の子は私この配信見てるか分かんないけど、バレンタインメイク参考になれればいいなと思うし、男の子も、あ、女の子はこんな風にメイク研究してるのかとか分かってもらえたら嬉しいし、さっきメンズメイクとかもねあるのでね。というわけで、なんかさっき配信前に、なんかやっぱさ、バレンタインメイクってさ、いつもと使ってる色味変わりそうだなと思って、何持ってたっけと思って、バレンタインメイクっぽいものをね片っ端にね持ってきたよ、ここに。だからやっていくぜ。やだ、ちょっと前髪ないの耐えられない。なんかワンパチの顔がさ、こっちだからさ、ん？こっちだからさ、ポッチャマもこっちなんだよね。あ、ピカチュウがいたわ。うん、いいんじゃない？やっていく。さっきスキンケアはしたので、早速ベースからしていきます。ベースはね、いつもは。まあ、でもちゃんと他の話もします。ベースはね、いつもなんかこのポール&ジョーのやつに白いのまぜまぜして使ってるんですけど、今日はバレンタインメイクなのでピンク使います。やばいよね、待って。今はちょっと武藤凛なんですけど、今からみんなが知ってるおりんちゃんになるのでお待ちください。待って、テロップ入れよう。混ぜ混ぜして。待って、よくないな、この画面でやるのはよくない、絶対によくない。ラップンさ、部屋にさ暖房がついててさ、もうさ多分さピンクなのよ、もともと今多分顔がいつもよりピンクなんですけど、なんか全然ピンクのベースになっても全然変わらない。はい、こんなで大丈夫だよ。でカーネーションは
なんか9点で見つけたこれ、クッションファンデポンポンしていきます。スピンだとお姉さんに見えるようだって、どういうこと？これめっちゃいいよ。これ本当に2回公演しても崩れないから肌の直しがねいらなくなった、2回公演でも時でも。これマジでめっちゃいい。9点でねゲットした。なんでそんなに肌綺麗なのだって、嬉しい。でも本当になんかそれだけ褒められる。なんかね昔からニキビとかできにくいんですよね、体質だと思うんですけど。でもなんだろう、荒れたなって時は荒れるかも。なんかさナッツとか食べるとニキビってできやすくなるんだって。でも私ナッツがあんまり好きじゃないのね。7月22日生まれでナッツの日生まれなんですけど、なんかナッツがそんな好きじゃなくて、あとお菓子もチョコももちろん好きなんだけど、チョコとかグミとかあったらグミの方を選んじゃいがちなんですよ。だからなのかなって、なんかこの間友達と話しててそうな思ったけど、なんなんだろう、わかんないです。でも本当になんかそんな感じ、わかんない。でも甘いものは好きだよ、無糖なのに。これは今あれです。あ、やばい、ミスった、コンシーラーすんの忘れた。どうしよう、部分だけ、部分にちょっとします。やばい、パンパスしちゃったよ。どこ行った、コンシーラーどこ？あった。これはあの誕生日の時にトムさんからいただいたディオールのコンシーラーの 0N っていうやつです。でも私にもね肌の悩みはあるので、多分ないものねだりですよ、みんな。なんか私の肌の悩みを言うと絶対に確かにとか言われそうだから、言わないんだからで、このコンシーラーで塗ったやつも多分スポンジとかを使うといいんだけど、ニエリルシャコンシーラー塗ったとですけど、あのパフとかよりもクッションファンデで伸ばした方が、ね、クッションファンデのこのパフで伸ばした方がなんかいいなってことに気づいて、エコです。あとそんななんて言うんですか、似てる色使ってるからいいかなみたい。なんかさ、お餅をさ自動でさ作る機械さ、こんな感じじゃない？オッケー。で、さっき、まあ、さっき使ったのキャンメイクです。で、次はなんかすごいさ反射するからちょっと見せれないんですけど、エレガンスのラプードルオールニュアンスフェイスパウダーの1番ですね。こういうやつ使います。これめっちゃいいよ。これ本当にあのずっと欲しいなって思ってたんですけど、高いんですよ、デパコスで。なんですけど欲しいって言ってたのをいとこが覚えててくれて、買ってくれた、プレゼントしてくれて、でしかもなんかここにある最後にちょっとプシュってやる予定だったんですけど、クラランスの
メイクキープミストみたいなのがあるんですけど、それもセットでくれて、タンプレでそうくれて、これをねダブルで使うと本当に落ちないの、メイクが。あとよれない。この組み合わせはマジで、あのね、革命だと使いました。さあ眉毛に行きます。やっとだよ、やっとここから変わり映えのする見どころがあるんじゃない。見てて飽きないと思う。いや飽きるね、飽きるわ、それは思った。眉毛、はい、みんな大好き、ケバケバでも何も見えないけどエクセルのやつです。年近いいとこいて、かつ仲いいの羨ましい。トムと同い年のいとこなんですよ。しかもなんかね、どこまで行っていいのか、双子なのでめっちゃね面白い。眉毛がいて、あとはカラーリングアイブロウパウダーのこのピンクブラウンホイノのピンクのところを使います。いつもはねピンクなんて使わないんですけど、今日はピンクにします。まあどうせ前髪で隠れちゃうんだけどね、だからまあ適当で大丈夫です。適当に、違うよ、適当っていうのは違うよ。うわーおりんちゃん手抜いてるなとかじゃなくて、違うんですよ、あの適材適所の方の適当ね、あの砂糖適量みたいな感じの感じで適当って言ってるだけ。ピンクあんまり減ってない、だってバレてる。あとねこのね上の蓋がさどっか行っちゃったの上の蓋どっか行っちゃったから、これ一生机の上に置いてある。なんか本当はこういう蓋があるんですよ、なんですけどなんか落とした時に飛んでっちゃってなくなっちゃった。あとは、はい、これキスミーヘビーローテーションカラリングアイブロウのピンクアッシュ塗ってきます。ピンクにしていく。ピンク、あ、ピンク、なんていうの、ピンクブラウンっぽい感じ。お揃いだ、だって、すごい嬉しい、これめっちゃいいよね。なんかねピンクすぎないピンクなんですよ、暖色系のブラウンっぽくて、これ本当にめっちゃ良いよ。なんかロフトプラザかどっかで買ったんですけど、すごいご了承されててそんなにいいのかと思って口コミ見たらめっちゃいいって書いてあったから、じゃあ私も買ってみようって思って買ったらね本当に良かった。あ、待って、ちょっと保湿します。これはディオールアディクトリップマキシマイザーの東京ピンクっていう多分限定のやつ。これも誕生日に友達からもらって、保湿しながらもなんか仕上げにも保湿にもどちらも私は使うんですけど、今日はちょっと保湿で使います。下地として、すごいラメラメで可愛いのよ。で、ちょっと休憩、今日寒そうだよね。でも今日の服は、今日の服もお話し会バレンタイン意識なんですよ、だからね楽しみにしててほしい。昨日とはまた違う感じのやつです。何しようとして、あ、そうだそうだそうだ、もう休憩すると忘れちゃうんだよね。ケイトのアイブロウのライトブラウンで鼻を高く細く、こっちだけ今入れた、後でぼかすからね、ちゃんと安心して。
化していく。影が入っている、影を入れていく、ぼかしていく。でもね、こんだけ頑張ってもどうせねマスクしたらね取れちゃうんですよ。はい、きっと少し高くなったでしょう。あとはハイライト入れてく。ハイライトもどうしようかな、ちょっとピンク系にしたりしてみちゃおうかな。セザンヌパールゴローハイライトシェルピンク使います。こうやってね、こうやって持ってここを入れてシュッてやるといいんだって。やべ、つけすぎた、絶対つけすぎた、やばい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 。どうせマスクでとか思うけど、あとねこっちにもやる。で、そろそろさっきやった眉毛の方が乾いたと思うので、キャンメイクの眉コートで眉毛をコーティングします。これ前髪ある人とかはねこれやった方がいいと思う。眉毛ってさ夜になるとさ取れるとか落ちてきちゃうから、アイブロウコートは本当にねおすすめ。だからキューブまできっと持ちます。私の眉毛、眉コート結構効果あると思うし、プチプラでも、そう私キャンメイク使ってるんですけど、プチプラでも全然売ってるからめっちゃいいと思う。でさあアイメイクに入っていくよ。あーいいや、ちょっと、はい、さっきの使ったやつでまず涙袋の影を入れていきます。本当はね綿棒とか使うといいんだけど、綿棒がさあっちなんだよ、あっちにあるので、ちょっとはしょりました、はしょっちゃった。でも変わらないので、そんな変化はない。でね、迷ってるのよ、迷ってるの今。アイシャドウをこれにするかこれにするかこれにするかで、めっちゃ迷っててどうしようかな、なんか配信前に決めようと思ってて、とりあえず3つでも持ってこうと思って、まあ、配信しながら決めればいいかと思ってたんだけど、まだ迷ってる。でも今日の服に合うのはね、
めっちゃ迷う。ちょっと待ってな。どうしようかな。これはじゃあこっち、これはちょっとまあ、これはね結構アイドルメイクっぽい感じなので、うーん、2択だよ2択。これは結構パキッてした色になるんですよ。でこれはちょっとなんて言うんだろう、暗い黒い暗い系なね色になるので、華やかにしたいから、こっちこっちにする。おー、こっちにするよ。うん、こっちにする。いつも迷った時はどんな風に決めているの？こんな感じで決めてる。いやでも、いやでもって言って双方のねアイシャドウたちに会話してもらって、でも私の方が華やかだから、華やかだけどパキッてした色がつくと思うな、いやでも私の方がやっぱりいいと思うんだみたいな感じで、こうやってこうやって揉めてもらって、こっち。でもねこれねめっちゃいい匂いすんの、チョコのね匂いすんのこっち。でもこれはちょっと今日の服、お話し会なのでね、ちょっと明るい系の色でいきたいと思います。はい。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。でもアイシャドウベースはちょっと何か借りたいな。これ、これのここをお借りします。さあ塗っていくよ。ベージュっぽいような色でアイベース、ベージュならね何でもいいよ。でこれはちょっとラメが細かいやつで、エチュードのやつはめっちゃ良いで、どうしようかな。決めれてないんかーいって。ちらつくこれ。いやでもこれはちょっと違うんだ。今日じゃない。じゃあこのピンクめっちゃ濃いんだよな。わかった。わかりました。わかった。これのデイジークのアイシャドウのパステルドリームっていう色なんですけど、これ塗る。もうダメだ、真似できない。でもいろんなさアイパレットどんどん出てきちゃうから絶対無理だよね。あ、いいいい、かわいい、あ、かわいい、やっぱかわいいわこの色を、ここの二重のとこに入れていく。あ、本当にかわいいこの色、マジでかわいい。わかるかな、めっちゃ可愛いんだよ。多分さ白飛びしてるよね。あのだいぶ前からね思ってた。あのねこれ伝わってないなって、白飛びしてるなって思った。いい感じ。白飛びじゃなくておりんちゃんが発光しているのです。だってそんなことある？自らが発光ってこと？すごいじゃん。
画用紙かなんかに塗ってもらって違うようだって。確かに確かに。はい、ピンクで、さっきの映った大丈夫かの茶色の色をこのあのなんていうの、ここの辺に塗る。なんか多分結構濃いので気をつけて使わないと。あー、いいね、すごくいい、すごくいい。で、待って、涙袋の方もやっていきたいと思います。これ友達からタンプラでもらった韓国コスメなのかな、クリームベージュってやつなんですけど、これ涙袋に塗るとなんかすごい自然なんですけど、すごいぷっくりするんだよね。これすごいなって思って、涙袋が一気にできたので、何をのせるか。あ、待って、ブラシ、アイブラシが、あっちだわ。結局私はあっちに行かない。いや違うな、私はここから動かないぞ。これをティッシュで拭いてこのブラシを使おう。あ、ダメだ、すごい茶色い。ダメだダメだ、やっぱ取りに行くしかないか。取りに行ってくる。よいしょ。最初からブラシ持ってくればよかったな。結局ね、そうなるんだよね。で、どこ行った？あ、行った。ブラシで。本音の これを乗せます、右上のやつ。はい、であとはこれも重ねます。多分世の人はこういうの混ぜてから塗るんだと思うんだけど、なんかその色とその色がパレット上で混じるの嫌なんだよね私。で、
目尻にさっき塗った色を塗ります。で、チークじゃないわ。はい。なんだこれ、書いてない。ピンクチョコレートっていう DUP のアイライナーを塗っていきます。アイライン、なんか目のにってられた時のくぼみができるんで、それに合わせて、でちょっとねインラインにも入れて、でマスカラしていきます。私はまつげパーマをしているので、本当はホットビューラーとかした方がいいんだろうけど、まずマスカラ下地キャンメイクのやつを塗っていきます。まつげパーマしたらビューラー良くないって聞くからしなくていいと思う。そうそうなんですよ。すると形がねついちゃうからね、良くないんだって。で今ね茶色のブラウン系のマスカラをするか、バーガンディー系のマスカラをするかで迷ってるんですけどって言おうとしたんですけど、あったあったあった、そうそう、これかこれで迷ってる。ミュードのブラウンマスカラか、ヒロインメイクのロング&カールマスカラっていうやつなんですけど、でもまあアイラインがねバーガンディ系なので、それに合わせてバーガンディで塗っていきたいと思います。イエ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 イ、伸びろって思いながらね、伸びて伸びてくれ。左も塗っていきます。私南のまつげになりたいんだよね。南とね舞台で一緒にいる時が本当に多いんですけど、本当にね南のまつげになりたい。すっごい可愛いまつげしてちょっと伸びて、
よし伸びて、えらいよ君たちは、伸びて、よし伸び伸びた。見えにくいけどこういう感じです。あで、チーク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 、迷っちゃうけど今日はね、そうだな、何しよっかな、君に決めちゃった。これはクリニークのピンクポック、ん？ピンクポック？ピンクポップ。ピンクポップです。これもね、友達からもらったね。本当になんかもう。もう友達のもらい物がさ全部センス良すぎてさ、ありがとう友達たち。これは本当に高校の時の友達にもらって、なんかさ学校の時の友達って最初さ、タンプレなんてさ、なんて言えばいいんだろう、なんかいつからかデパコスになったんだよみんなが、えってなって、そんなデパコスあげる文化になったんだってなって、一番最初にもらったデパコスがこれだったかな、多分そう、びっくりしたの、えこんなのもらっていいのってなって、ピンクになれました。でシェーリングしとこっかな、もう終わるよみんな、もう終わるから、あとリップ塗ってシェーリングしたら終わるよ、これです、トゥーフェイスドのモダンっていうブルベ用のねシェーディングなんですけど、なんかでも私イエベのものもブルベのものも、なんかファーストがイエベの春って言われて、セカンドがブルベの夏って言われたんですよ。だからあどっちでもいけるんだってなって、いろんな人にブルベじゃないって言われてたので、診断する前に買ったからブルベ用の使っちゃってるけど、それでは聞いてください、イエベの春、ちゃん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 、あてなんか何もないよ、これはイエベの夜で、もう終わる、もう終わる、リップリップリップ、でもリップ何塗ろうかな、なんかいろいろさこれはどうかなってやつをね持ってきたんですよ、持ってきたっていうのもその距離なんですけど、待ってこれ塗るの忘れてた、リリミューのオンリーミーっていうグリッターなんですけど、これを目頭とここにちょんちょんってつけます。指原さんがねプロデュースしてるコスメで、すごい色が可愛くて、ラメ感もすごい可愛くてお気に入りです、使わせていただいてます。ここの今キランってしてるピンク、で終わり、あリップ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 迷ってます、エテセのブラウン系か
ロムアンドのベージュピンク系か、B アイドルのこなれベージュか迷ってる。めっちゃいいかも、これにしよう。こなれベージュを塗ってロムアンドもちょんちょんって、これはティントキントもあるのでちょんちょんって重ねて、いいのでは、いいんじゃないので、前髪取ってブラシで、前髪が はい、できました。これで前髪とかできてないんだけどさ、これであとは髪の毛を整えて、ちゃんと髪の毛やって着替えてアクセサリーつけて、今日会いに来てくれるみんなとお話楽しみたいと思います。タングルティーザー、そうと、あの画面じゃ分かりにくいと思うのでメールかなんかで出来上がり送ります。あ、でもそっか、お話し会の時でいっか、お話し会の時に写真撮ろう。そうします。髪の毛はどうすると、髪の毛後でちちょちょってやります。ちょちょちょって言ってもね、ちちょちょって大変なんだよ、30分ぐらいかかる。しかも今日雨でしょ、雨って髪の毛広がっちゃう。今日はおしましも使えるので、ぜひ皆さん会いに来てね。789部でお待ちしてます。雪に変わる可能性もあるの、本当に。夜から雪かもね、だって。でもそんなこの間ほどではないよね、帰れるでしょ。おしましできるのは当日の朝9時まで。そうなの、ガビーン。ぜひじゃあみんな次のいつあるかわからないけど、お話し会お待ちしてます。今年のバレンタインは手作りを学校で渡すなら曜日の並び最高ですね、だって。月曜日か、あ、なるほどね、土日で作って月曜日に渡すってことか。まあ、私はいつもメンバーに渡したりするんですけど、待って、みんな、でもさすがにこのご時世だからないと思う。なんかお菓子でも買っていこうかな。アメちゃん配ろうかってね、髪のあのクマちゃんの中からこうやってアメちゃん出そうかな。クッキーだ、わーいわーい、あ、完成ってやってなかったね。熊谷さんはそういう人だったの、いや全然違います、熊谷さん全然そういう人じゃないです。
こうやって配信でおりんちゃんに会えてこの後お話し会でも会える一日幸せだって嬉しいと言ってもらえて優しい。カムさんが夕方から夜にかけて雪が強まるところがあるでしょうってあるでしょうあるでしょうって言っていました。お気をつけくださいだって。皆さんもお気をつけください。なんかそうニュースで関東甲信だから山梨とかの方がねそう雪だって見たって。洋服がどんな感じなのか楽しみにしてて。本当可愛い今日の洋服。いつも可愛いけどね着てる洋服。雪より凍結が怖い。わかる、滑るのって怖いよね、いろんな意味で。あ左前に洋服がいるのね。うん、左前に洋服がいる、かけてある。昨日さお話し会でさ、昨日のお話し会の話しよう。昨日本当に楽しくてさ、でメンバーもやっぱ少なかったのよ。十何人ぐらいしか、振り返岩かけるメンバーしかいない、岩かけるメンバーとそう何人かって感じだったので、ほんと15人ぐらいで部の割り振りもあったりするので、まあ大体6人ぐらいで、一部あたり大体6人ぐらいなんですけど、すごいなんかねそれぞれの会話がすごい聞こえるので、なんか待機してる時とかもなんか楽屋とそのお話なんかしてるところがすごいなんて言うんだろう、近く壁が薄いというか、なんかすごい聞こえやすくて、すごいねナーミンの声とかすごい聞こえる。あーって言ってて、そうやってみんな17期に行くんだとか言ってたりしててすごい面白かった。でなんかマネージャーさんたちもいて、これ絶対みんなの声聞こえますよねって言ったな、私たちはそのみんなの聞こえる会話で笑ってますって言っててねーって緊張しちゃうって。本当面白かった。で昨日さ、私さ本当にさ恥ずかしいことしちゃってさ、これ本当にもう恥ずかしすぎてもうさ、トムに速攻話したんだけどさ、トムと茂木さんとマネージャーさんに速攻話したんだけど、本当にさなんかワンショット写真会があったの、昨日ワンショット写真会があって、ワンショット写真会って私なんかすぐ始まって3、2、1ってカウントダウン始まってパシャって撮ってそれが届くっていう、その人に届くってやつなんですけど、そのワンショット写真会でいつもその、まあ、大体 3,4 秒の間でポーズ何がいいって、ヤッホーポーズ何がいいって聞いて、これでって言われてパッてやるんですけど、その時にそのワンショット写真会だった人がそのユリ目でブリックポーズしてほしいって言われたので、あ分かりましたって言って、こういうことだったらしいんだけどさ、私さもうユリ目でブリックって言われたからさ、ユリ目しちゃったのよこうやってユリ目でブリックしちゃって、でへってなったらなんか変だなと思いながらユリ目でブリックしたんだけどさなんかでパシャって取られて、えってなって、えってなって、えってなってえ違うよねやっぱりってなって、そういうことじゃないってなって、本当になんかもうさ爆笑しちゃってさ、めっちゃ恥ずかしくてさ、やばくない、もうやばいよねただの変顔だよねってなってさ、本当にやばいと思って、めっちゃ恥ずかしくて、本当に爆笑しちゃって、もうねいろんなのそうもう速攻話しました、マネージャーさんにね聞いてくださいさっきの部でって言って話したらめっちゃ爆笑してくれて、だって本当に恥ずかしかったけどめっちゃ笑いました、めっちゃ面白かった、ただの変顔もう本当にごめんなさいって感じ、当たった人せっかくさ世界に一つだけのさオンリーワンのさ
写真じゃないですか、ワンショット写真会って。ただの変顔ただのやばい人になっちゃったっていう話でした。あとは昨日面白かったのは、でも本当になんかね、本当に楽しかったし、なんか真面目な話もしてくれる人もいて、あのこの、まあ、今日が最後、本当の話し会最後なんですけど、今ある発表されてるやつで、昨日最後の人も何もいっぱいいて、そうなんか根も葉もの話し会でなんかこうやって初めてお話できてって人もいれば、なんかそう舞台の応援してくださる方もすごい、本当にめちゃめちゃ嬉しくて、心強くて、すごいね、1週間後なのですごい支えられましたし、なんか本当になんかそう、昨日も冬でしたけど、すごいポカポカな気持ちで帰りました。アンジャッシュ的な状況ね、コント仕掛けのスペシャリストしちゃった。え、このさ、コント仕掛けのスペシャリストって言ってさ、伝わった、なんていうの、なんかなんだっけ、いつかの楽屋で小木さんが話してて、でなんかそのなんかそういう系のこと話してて、でよ、コント仕掛けのスペシャリストって言ったら、いやそれはアンジャッシュやないかいって言われて、あ、すごい分かる人いる、分かる人っていうかなっていうか、すごいアンジャッシュってスッて出てくる人いるんだってなって、なんかそのキャッチフレーズだけでさ分かるのすごいなと思ってさ、で今度笑いのニューウェーブって言ってみようかな、分かるかな、分かるか、陣内さんだよね、今度言ってみよう。のみさんがなんかすごいウェーブを起こしてたら、よ、笑いのニューウェーブって言ってみます。なんかさ、今までいろんな人にさ、コント仕掛けのプロフィールシリストって言ったら、まあねみたいな感じでさ流されること多かったんだけどさ、そこでさ、アンジャッシュやないかいって帰ってきたのが初めてすぎてさ、すごいってなっちゃったね、世代だもんね、エンタの神様。今日さ、エンタの神様がやってるっていう夢を見たんだけど、事実ではない？エンタの神様最近、昨日か今日やる予定ない？ただの私の夢え、やばい、今日エンタじゃんって、エンタじゃんって言って急いで帰るっていう夢を見たんだけど、今日違う今日エンタの神様やらない夢の話だった。なんか本当にそうだったらいいなと思ったんだけど、夢か。エンタの神様面白いよね、大好き。あ、夢だったか夢だったか。え、そう、リアルな夢すぎてさ分かんないじゃん、そういう夢って。なんか夢だったかな、あれ、それとも昨日の CM でなんかいつか見たのかなとか思っちゃって。最新は去年の12月29日。あ、でも最新だね。じゃあそろそろ春とかにやるかな。あんたは神様だって。ありがとうございますか夢以外か俺以外か。いや、それはローランド。そうっていう、そう、話、なんでこの話になったんだっけ。あ、そうっていう、そう、オンライン話し会の話でした。でもすごい、なんか本当にさ、なんて言うんだろう、握手会の良さもあるけどさ、お話し会の良さもやっぱりあるなって思って。だってお話し会だとさ、なんかなんていうの、 T シャツ着てくれたりさ、やっぱこの時期めっちゃ寒いじゃん、だからすごい握手会の時とかすごい心配になっちゃうけどさ、あのお家の中で T シャツ、まあ寒いけどさ、なんていうんだろう、なんか安心できるというか、なんというか、すごい嬉しいし、あとうちわとかもこうやって見せれるじゃないですか、お話し会だと。だからこれフリフリするねって言ってくれると、
オッケーそれ見つけるねってなるし、あと壁とかもそう昨日岩かけるのクライミングのなんかなんていうのヌククライミングの壁をさこうやって用意してくださってる人とかいて、それぞれのキャラクターこうやってポポポポンってあって本当に感動して、めっちゃすごかったあれとか、あとかあとはなんかもう本当にみんなすごい、ここにグッズバーンとかすごい嬉しいし、なんか嬉しい、なんかみんなの部屋に私いるんだって感じですごい嬉しくなっちゃう。なんかみんなの部屋ってそりゃさ分からないじゃん、握手会だと。でもお話し会だと分かるじゃないですか。そこにあなんか生活の一部に私がいるんだとか思うとすごい嬉しい、嬉しい、あいるんだってなるし、でもなんだろう、もう会いに来てくれるだけでもすごい嬉しいのよ。やっぱ今はさ SNS とかあるからさ、気軽にさ気持ちとか伝えれたりそういう便利さもあるけど、 SNS ってさ私も言葉とかにはすごい気をつけて発信はしてるんですけど、あので全部ねハッシュタグオリメールとかも見るようにもしてるんですけど、やっぱり一日中なんて言うんだろう、その都度その都度見るようにしてるけど、やっぱりさ見落としちゃうとことかもあるじゃないやっぱり。でもさ、だから SNS は 100% 確実に伝わるってわけじゃないじゃないですか。でもお話し会だと言葉と言葉でその場でもうちゃんともうその数十秒はその人だけのものだからさ、その人と私の時間だからさ確実に伝え合えるじゃないですか、思ってることとか伝えたいこととか確実に伝わる唯一の場だと思うからさ、なんていうんだろう、すごいいいシステムというか、なんというか、こんな状況だったけど握手会が進化してお話し会って形でこうやってみんなに会えるの、まあ、すごいいいことだ、ありがたいことだなって本当に思うし、なんかシステムとかも今すごい難しいじゃないですか、なんかアプリインストールしてみたいな、で今何人目とかであと何分から始まりますとかあったりさ、ましてやさ今日のさ12、13の部とかさ、1回19、20の予定だったけど、そう舞台の都合でさ変わったわけじゃないですか。みんなからするとさ、えなんで発表したのに変えるのって、この日開けてたのにとかさ、え、まあ、舞台やるって分かってるなら最初から言ってよとかなるじゃないですか。でもみんなで、私もすごい不安だったの昨日、みんな大丈夫かなとか手続き平気かなとか思ってたんですけど、でもたくさんの人が来てくれて、昨日は多分完売してる部が2つあったんですよ。だからすごいずっとみんなとお話できて、それが本当に嬉しくて、なんていうか本当に感謝だなって、会いに来てくれる人本当に感謝だなって思うし、こうやってさなんていうんだろう、ショールームとかでも本当に見に来てくれるの本当に嬉しくて、でもショールームはさ、私はさなんていうの、みんなは私の顔見れるけど私はみんなの顔見れないのさだからそう、普段こうやってコメントしてくれる人はどんな方なのかなとかすごい気になるし、私も私のこと知ってもらいたいと思っていっぱい自分の話しちゃうけど、もちろんみんなの話もいっぱいいっぱい聞きたいわけで、だからぜひねいつか会いに来てくれたら嬉しいなって感じです。そう、名前しかわからない。そうでも名前もさ、お話し会とかでニックネームとかでそれ設定してくれてるとさ、あえコメントしてくれてる方、えあのなんとかさんってこの人だったんだってなって、それの一致するのがねすごい嬉しい。やっぱ真実はいつも一つなんだなって思うコナンくん、って感じかしら。そう、ですね。寝てたらアイドルのおりん完成してただって、イエーイ
いつもコメントしてくれ言ってるよねって言われた時びっくりした。わら。画面で見えているものが真実とは限らないね。初見で昨日ショールーム来た人だって言ってくれたの嬉しかった。嬉しい。当選してたこと忘れてポーズ何がいいって始まった瞬間お兄ちゃんに聞かれて焦ったね。あれさ、もっとさ時間あればいいのにねっていつも思う。なんかもっとさトークしたいじゃん。なんとかだありがとうとかなんとかさんだとか言いたいけどさ、ポーズ何って最初から聞かないとさ、あれさポーズ間に合わないからさね、なんとかねなったらいいのにね。あれね、そう劇場にそう送ったお手紙とかプレゼントとか届けたよっていう人もたくさんいて、でも全然そう劇場行けてないからまだチェックできてなくて本当にごめんね。なんかこういうのお話し会とかで話せたらめっちゃね確認届いたよとか言えるからさ、お話し会の時に本当に返したいんだけどごめんね。逆にツーショットの時間長いの知らなくて焦ったことありました。であれ10秒ぐらいあるよね。あれ長いよね。でも楽しい、こうやってハートの位置こうやって合わせたり、何のポーズ何のポーズってわたわたしてる、楽しい。じゃあそんな感じでもう1時間経ったので私はお話し会に行く準備をしようかなって思います。今から衣装チェンジして髪型も可愛くしてアクセサリーつけてみんなに会いに行くので待っててね。というわけで今日も一日楽しんでいきましょう。それではランキングを読みます。13位あきももさん、12位なんや神吉岩かける千秋楽いくようさん、11位ゆるくるくせんぶるくさん、10位ねもさん、9位ボイアとタイファンさん、8位またしアットナーミンズ最高さん、7位たけいアット東京信者親分ポケモン乱獲中さん、6位ホークさん、5位マシューさん、4位ベロニカさん、3位、トシアットバレンタインメイクのおりも好きすぎるまた後でねさん、お嬉しいありがとう、また後で、2位マサトアット2022年モーリンタンオジさんありがとう、そして1位がケンボーアットアヤーカエタイオリン横ニャン空手48おじさん、懐かしい空手ちゃ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 48懐かしい、リカバでやったやつ。いつも1位2位3位の方にスクショのリクエストポーズを聞いてるのであったら教えてください。だからケンボさんとマサトさんとトシさん、天文学的な確率だよね、学者たちもだんだん一旦チョコあげますって感じの、これもらってない大丈夫かな、チョコがね周りにないのよ。先端恐怖症だっけ末端恐怖症だっけの人ごめんね。バレンタインポーズ
私はオーディションでバレンタインキッス歌ったんですよ。いつもねバレンタインとかになるとね思い出す。あ、オーディションで歌ったなーって。はい、そんな感じかな。皆さん見てくれてありがとうございました。また配信できる時するのでまた見てください。では暖かくして今日も一日頑張りましょう。またお話し会で次会える人は楽しもうね。ではバイバーイ、またねー。